オスじゃないですか。オスオスって言っちゃいますね。二度寝です。キラキラ。あれ、なんだっけ。こんにちは、ゆうです。今日は晩餐館にちなんで25の質問にお答えします。ハロー、大家好、我是杨宇腾。宇、今天来回答25个问题。3時です。最近はパジャマになりました。二度寝です。うん、オスじゃないですか。オスオスって言っちゃいますね。感傷に浸れるときじゃないですか。なんか安心感を感じるときってあるじゃないですか。なんかちょっと言葉にしづらいですけど、感情的な部分で。なんか安心感を感じるときです。そうですね。なんか与えられて感じるものですね。どなた?まあでも僕の周りにいる人みんなじゃないですかね。ペン回しやってくださいってことですか。普通に、まあでもこんぐらいですけどね。こんぐらいです。一生仕事しません。田舎に土地を買ってしっぽり暮らします。なんかもう黄昏れます、人生を。いや、でも割と一人の時間が苦にならないので大丈夫かなと。ゆたんか、ゆうです。め、猫って言われるので猫にしときます。一人です。はい、これがいつも僕が持ち歩いてるカバンで、小銭入れとイヤホンと財布とメガネ拭きとハンドクリームとリップとガムです。これはいつも固定で持ち歩いてます。いつどこ行くのかと。一回だけですか。一回だけだったら、30年後ぐらいに行って、どんな風になってるか、見に行きます。愛されたいはず。いい質問ですね。未来ビジョンを明確に考えることですか。気分は、キラキラ。あれ、なんだっけ、キラキラ。よく歌う歌があるじゃないですか、小学校の時に。キラキラ星の気分です。陰キャです。陰キャでも陽キャでも、なんか、いいとこ取りみたいな感じがします。信念。好きなタイプが肉食派、草食派ですかね。そう、これ嫉妬しないんですよね。うせやんって思うかもしれないですけど、本当に嫉妬しないです。そうですね。嫉妬自体の気持ちはわかりますよ、もちろん。けど、僕は嫉妬しないって。才能か。
なんかもう一言語完璧に覚えれる才能です。台湾で今卵が買えないんです。これすごい自炊するんで、卵って大体、まあ、3日に1回ぐらいは買うじゃないですか。けど僕初めてこの状況に出会って意味がわからなすぎて衝撃を受けました。手足が動きがちって言われます。漫画ブルースリーです。晩餐館25 question でした。这就是我的25个问题。